はい、おはようございます。ブリッジです。ペーパーマリオ折り紙キングパート28始めていきたいと思います。でもって前回がこの大海原のこの満月の島でアイテムの大事なものでこのキノコのノブ、キノコノブか、キノコノブっていうのを手に入れました。この海図を開くとこのちょっとちっちゃくて見づらいんだけど、この4の E のところだね。ここになんかキノコの島があるんだけど、ここがどうやら、おそらくルイージっぽいやつ？いや、ルイージっぽいやつっつうか、ルイージなんだけど、ルイージがなんか、この家になんか潜伏しているらしいんで、この家に行きます。はい、以上です。つうわけで、このキノコの島までカット。オッケー、キノコ島！で、着きまして、で、この中に入って、このキノコのノブで、そのドアノブがなかった、その扉を開けられるようになるんで、この、家の裏に行けると。何か握りやすいもの。はい、キノコのノブ。つけまして。わー、ぴったり。ドアっぽくなりました。じゃ、開けまして、おめでとうございます。でもって、外が庭。この野郎、こんなところでのんびりしやがってボケが。え、ルイージさん、どうしてこんなところで寝てるの？むにゃむにゃ。兄さん、来てくれたんだね。大変だったよ。まさか大海原にあるなんてさ。ほら、ピーチ城の鍵だよ。はい、今、はーいって言ったね。で、ダイヤの鍵ね。ルイージが持っていた不思議な鍵。ダイヤの形が描かれている。何それ、ダイヤのマークの鍵？まあ、鍵といえば鍵っぽいですけど、ピーチ城の鍵じゃないみたい。ルイージさん、これ、違います。やべえ、こいつ、脳内に語りかけてやがるってやつだな、これ。脳内に語りかけるパターンか。で、起きまして、また違ったの？そうなのか。どうりでダイヤの形なんておかしいと思ったんだよ。ところでルイージさん、ずいぶん立派なお家に住んでいるんですわね。ここは僕の家じゃないよ。海を泳ぎ疲れて、ちょっと、いや、お前の家じゃないんかい。ワンチャンお前の別荘かと思っただろう、俺は。そういや、僕が来た時も誰もいなかったな。てか、こいつ、そうだ、お前、不法侵入だぞ、お前。まあ、俺らもさ、不法侵入してるけど、お前が先に不法侵入したわけだから、俺らは、そう、罪を犯していない。罪を犯したのはお前だけだ。お前だけだぞ、ルイージ。お前が犯罪者だ。犯罪者だ。もう、犯罪者の兄として、うわ、これから生きなきゃいけない。うわー、マジか、最悪だよ。あ、一緒についてくんだ。あ、一緒にルイージついてくの？え、もしかして、これメニューで、メニューで、ルイージがおるじゃん！マジンコかよ！すげえ、ルイージ一緒にいんのか！おいでよ、パラダイス。おいでよ、極楽へ。なるほど。で、一応、X で、裏側にお庭があるなんて、庭付き一戸建てですわ。お家の人はどこ？で、それとメモして、まあメモはいいや。で、おそらく、庭の人を探さ、庭つうか、この家の主を探さなきゃいけないんだけど、多分、この家の主の人ってこいつか？あ、こいつくせえ。ありがとうございます。お礼にこの海に眠るお宝の場所を教えます。ちげえか。お宝を教えてくれる人か。で、バッテン。そこにもあんのか。ま、海図閉じまして。で、この家の主でしょ？あれ？あ、地下がある。なんだ、地下があんのか。マジか、すげえな、地下室があるとは。でもって、ここら辺も、なんか叩いて、一応叩いてみまして、まあ、なんもねえのか。じゃあ、ここ開けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願い。おっと、なんだこれ。これはなんじゃ？うわー、なんだろう。ここは地下室？折り紙だらけだね。この家の人、よっぽど折り紙が好きなのかな。わあ、久しぶり。懐かしいですわ。ただいま。ただいま？え、なに？
まあ、マジ？そうです。この部屋は私が生まれたところ？え、どういうこと？私はここで折り紙が上手な兄上に折ってもらっ、何？兄上に折ってもらって生まれたの？そういうことなの？え、何？折り絵ってそんな、そういう力があるの？驚いた。ちょっと待って、オリビアを折った兄上も折り紙だよね。じゃあその兄上を、そう確かに。兄上を折ったのは、じゃあその親なの？どういうこと？次元の狭間に閉じ込め、久々に聞いたな。誰かいますわ。兄上を折った誰かさんなのかも。この家の人かな。兄さん、探して助けてあげようよ。何？これ全部折り紙でできているみたい。すごい。何？じゃあさ、てかさ、あれ、そもそもこの家自体がさ、そう、オリビアのその、生まれた地ってわけだからさ、オリビアも覚えてて、もうおかしくないよね。なんでさ、ここさ、この島来た時さ、あれ、ここ、私の生まれたところこの下にありますわって言ってくんなかったんだろう。それとこれとは違うのかな？なんか、わかんなくなってきた。わかんねえわかんねえ。ここで生まれたのか。私はここで兄上に折ってもらったんです。懐かしいですわ。なんか謎が深まるばかり。でもって、あそこに本があるから、これを。兄さん見て、本棚の上に怪しい本があるよ。でも高すぎて、普通のジャンプじゃ届かなそうだね。そうだ、いい考えがあるよ。兄さん、僕を叩いて、いいだろう。お前にはな、この今回の折り紙キングのね、シリーズにかけてね、恨みがいろいろとある。だから思いっきりぶっ叩いてやろう。こら！いや、おら、おれ、おら、さ、そ、せ、いつまで叩くんすかね？いつまで叩けばいいの？何回？ねえ。こうか？そういうことか、ごめんね。なんか、必要以上に叩いた。でもって今、兄弟の絆が、今、兄弟の絆として今、ピース、同時にやりましたね。そう、思えばさ、そうだ、こいつら兄弟なの、忘れてたわ。こいつら兄弟だったわ。でもって、これを叩き、引っ張んのか。ここから剥がして、で、この中に誰が隠れてるんだ？隠れてんじゃないのか。一応調べて、命折りの極意。命折りとは、熟練の技を持つ職人だけが修練を重ねて会得できる。折った折り紙に命が宿る究極の折り方である。なるほどね。ってことは、あれか、オリビアもこの命折りによって、生まれた、オリオの命折りに、命折りによって生まれた存在ってことか。なるほどね。命折りをしながら念じることで折り紙に人格が生まれ、意志や感情を持つようになるだろう。命折り、私や兄上はこの命折りで折られたの？お！神の手じゃん。ってことは、狭間にいる誰かを、そう、次元の狭間にいる誰かを助けることができるのか。なるほどな。じゃあこれ神の手を使いまして、どこにある？あった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 。掴んでっぽいよー。キノピオじゃん。でもって、シールで。ってことは、この人が、折った人か？この人が折った人っぽいくせ。こんなモブキャラでいいの？その、ラスボスの、ラスボスを生み出したものを。ラスボスを生み出したものがこんなモブキャラでいいのかと、私、問いかけますよ、任天堂さん。マリオさん、助けていただき、ありがとうございます。私はここで折り紙を折りまくってる、折り紙職人です。折り紙職人さん？もしかして、兄上折りました？オリビア？まさか、オリビアかい？一体誰に折ってもらった？オリーは一緒じゃないの？何？オリビアのことを知ってんのか。はい。
それが兄上はつか多分兄上のシールでさ封印されてんだからさ、お前兄上にやられたようなもんだぞ。そうか、オリーがあちこちでそんなひどいことを。あ、私がオリーを折ると命が宿ると同時にいきなり怒り出して私を壁に閉じ込めたんです。あー、やっぱこの人がオリーを折ったのか。へえ。その後オリビアを完成させ、折り紙に使う道具たちと一緒にここを出て行ったんでしょう。あー、なるほどね。折り紙職人さん、そもそもどうしてオリーを折ろうと思ったの？私は折り紙祭りのメインを飾る出し物としてこの折り紙城を準備していたんです。なるほどね。この折り紙城を準備して、なんかそのあれか、そもそもキノピオタウンのその祭りとして、そのなんか出し物でなんかオリーを折ろうとしてたって感じかな。あー、折り紙の王様オリーと妹のオリビアを折るつもりだったと。ははー。でも私の代わりに折り紙のオリーがオリビアを折っただなんて。私の職人技で生まれたオリーもまた命折りが使えるということか。この騒ぎの原因が私の命折りだなんて責任を感じま、いやー、お前のせいではないよ。職人さん、私は命をもらえてとっても嬉しいです。あー、なんかな、深いな。命をもらえてとっても嬉しいですわ。綺麗なものもたくさん見られたし、楽しい思い出もいっぱいできて、たくさんの素敵な仲間とも出会えたんですもの。だからひどいことをはやめて、みんなで仲良く暮らせるように兄上と話をしたいんです。そうだ、そのためにはピーチ城の鍵が。お前はさ、なぜにお前はさ、こんなさいい話の流れでさ、そのさ、なんか全く関係ない話題をぶっ込め。お前 KY か。お前はこうしていられない。ピーチ城の鍵を探さなくちゃ。みんなまたね。イーハー。そういえばさっきルイジさんがくれたダイヤの鍵って何かしら。意外といつも大事な鍵だったりするから、あれもきっとそうなのかも。マリオさん、もしかしたら紫のテープと関係あるかもしれませんわ。もうちょっと大海原を調べてみたら使える場所がわかるかも。オリビアはマリオさんとの旅で優しいだけじゃなくてとても強くなったみたいで。そうですよ、このオリビア私が実質育てたようなもんですからね。まあ確かに兄はオリオかもしんないし、生み出したのはオリオかもしんないけど、育ての親は私マリオでございます。でもってこのマリオを操作してるのも私ブリッジでございます。はい。私は折り紙を折るくらいしかできないし、オリーのことは君に任せたよ。マリオさん、引き続きオリビアをよろしくお願いします。はい、それじゃ行ってきます。そうだな、まあ、オリビアからすればある意味この折り紙職人さん、この人はあれだ、おじいちゃんみたいなもんなのか。そろそろ船に戻ります。船乗りさんが待ちくたびれてるかも。なるほどな。あー、メモはまあいいや。毎回メモ確認してくるのなんかあれだな。いいだろう。あ、折り紙職人さん、まあ俺が全部ちゃちゃっと解決しちゃうんで任せてくださいね。じゃあ行ってくるか。ちょっと待って、おっとおっとっと。オリビア、このメモを持って行って、きっと何かの役に立つから。これは、はい、ありがとうございます。いいものもらっちゃった。それじゃあ行きましょう。ん、何をもらったんだ。なんかまたメモをもらったって言ったけど、なんかのヒントか、それともなんか物語中でなんか使うみたいな感じなのかな。まあいいや、じゃあ船に戻って、そうだな、また探索をするか。紫テープも、あー、まあ今んとこまだあれか、ヒントはこれだけで、メモ、一応メモももう一回見ておいて、ダイヤで、いや全然わかんねえ、全然わかんねえわ。うん、かけらもわからん。あー、全くわからんってやつだ。で、いっぱいプクプクの群れがいて、でもって、そうだな、このさ紙テープも一応さ、ここでさ、ちょっと海を潜るでちょっと見てみるか。これも一応潜って、あれか、砂の中に埋まってんのかな。一応確認してみてどうなってんのかなって感じかな。よいしょと。
ってや、やっぱ埋まってんのか、砂の中か。で、今んとこ地図はここか。そうだな、あ、そっか、結局やっぱな、あれ全部さ、ローラー作戦でさ、G、F、E、D、C って、片付けていった方がいいかな。もう一回見て、うん、そうだな、うん、そうやって片付けていこう。うわあ、ごめんなさい。やべえ、これ以上進むと、ゲッソーに怒られる。やべえ、ゲッソーガード、ゲッソーガード、ゲッソーガード、やっべえ。ガードじゃない、ゲッソーディフェンスだ。やべえ、なんていう強固なディフェンスなんだ。全然突破ができねえ。ってことは、まあ、ここから先へはいけませんよと。で、右で、あーっと、この横にもディフェンスをかけてくる。さすがゲッソー。俺の強敵、俺のライバル。まあいいだろう、だが、今作においては、これが逆に助かるな。でもって、あそこに兵法がいて、こいつも話しかけてみよう。キノピオの像って謎だよね。今度全部の島の像を巡ってみようかな。まあ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 。大したヒントは得られなかったが、で、ここら辺をじゃあ探索していって、なんかまた別に島があんのかな？ん？今さ、このさ、ドクロ島のさ、ところいるんだけどさ、この裏、なんか、クジラだよね。え、これ潜ってみたらどうなんだろう。ちょっと潜ってみよう。あれ？待って待って。うわーお！わー、浮いてる！大いなる海の息吹か。かっこいいこと言うな、キャプテンピオ。なるほど、そういうギミックもあんのか。こういう小ネタも面白いところですね、任天堂さん。あ、カジキがいる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 、捕まえろ捕まえろ、カジキ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 、おい、カジキ、おい、カジキ、カジキ、カジキ、あー、コイン落としてくれるのか。まあいいや、じゃったらいいや。あれなんか捕まえてなんか、カジキ料理を堪能できると思ったけど、そういうわけではなかった。で、ちょっと右下の方まで行ってみまして、ただ、なんもないかな。あ、なんもねえか。いや、待て、なんか、キノコのアーチ状のやつあるな。この下なんかあるんじゃない？もしかしたら。ちょっと探索してみて。何かあるかな？でもいや、でもさ、こういうさ、感じでさ、その、潜れるってことはなんかしらあるっていう証拠だと思うんだよね。おっと？おっと、おっと、お、ゲストが。こら、こら、ちょ、こら、こら。こら、オッケー、引き上げろわー。ま、ゲッソーの分際でな、お前宝をな、横取りしようなんざな、100年早いや、ボケ。じゃ、開けてみまして。お！ハリボテボスゲッソーだ。ゲッチュー。で、一応地図、あー、あれか、ゲッソーのところのあれか。地図のとこか。じゃ、鳥間、この G のところとかは行ってから、いいや、ちょっと時間かかっちゃうけど、結構全体的に広く捜索していこう。折り紙職人の作業杖。作業机か、ごめん。いいね。さっきあの、ほら、なんか、そう、緑のところの島、キノコ島のところの、教えてくれた、そのキノピオの、そのバツのところ行ってみて、これが発掘されました。じゃあ、とりあえず右の方はある程度探索したから、左の方を探索していくか。でもって、ここにガボン兵を降りまして、この海には、戦いのための島が、なんじゃそりゃ。ここから下にある岩礁の左側にある。何？戦いのための島？まさしく俺のための島じゃん。戦いに飢えている、私、ブリッジでございます。で、もうこれ以上しちゃいけない。わーお！これかな？四角いな。一体どんな島なんだ？四角島って感じかな？四角島かな？じゃあ入ってみるか。いや、あ、リング島。四角島じゃないんだ。ちょっとがっかり。まあいいや。でもって読んで、
戦いの島、リング島。戦いに飢えた者は先へ進め。で、真ん中がぽっかり空いてんな。おっと、閉まっちった。よく来た、戦いに飢えた者よ。ここでは特別な強化ハリボテと一対一で戦ってもらう。勝負は全7ラウンド。ラウンドを勝ち抜くごとに賞金のコインが加算されていく。しかし途中で HP が尽きればそこで即ゲームオーバー。もちろん賞金も全てパーだ。キノコでの回復は一切禁止。ラウンドごとに戦いを続けるか残りの HP を見てよく考えろ。それでは最初のハリボテの登場だ。なるほどな。ここでがっぽりと金を稼がしていただくと。はい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 。クソ雑魚でございますよ。暴走タックル、ハリボテクリボー。レディー、ファイト。いいじゃろう。はい、こんなもんはね、後ろに回ってこう。オッケー。はいよー、もうこんなもんね。後ろがガラ空きだぜ。はい、来い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 。はいよー。はいよー。はいよー。はい、こっち来い。ただ、7ラウンドだから、雑にやってると HP が減っちゃうから、ちゃんとここはね、相手の攻撃をかわしながら、殴っていく。はい、まず1体目。あ、一応ハートは回復できるんだ。で、2試合目か。You win! ハリボテクリボプラス100コイン。現在の賞金100コイン。ま、あ、もちろんじゃよ。あんなんじゃねえ。俺はね、まだね、足りないよ。まだ血に飢えているんだ。お、兵法か。で、これも3回叩いてから、また壊していくと。ま、いや、特になんか赤いポーカーフェイス。なるほど。かっこいい2つなだな。しかしまあな、初戦はね、初戦は兵法。あーっと、早いな。モーションが早い。なるほどな。なかなかに手強いな。じゃあったらここも油断せずに、やっていこう。うわ、結構食らうな。やべやべ、油断した油断した。結構食らっちまうな。やばい。うわ、ごめん、なんか今なんか知らんけど、今なんか一瞬ゲームが止まった。一瞬ゲームが止まった。なんかバグった。なんか不安になる。何これ、キャプチャーボードのあれか、それともあれスイッチの本体の方がなんかバグったか。なんか今一瞬ワープしたわ。危ねえ危ねえ。まあいいだろう。まだ戦いを続けよう。で、トリマ今 HP が10減っちゃってるから、で、次の相手は誰なんだ？次は。うわっ！ノコノコか。まあいいだろう。これもボコボコにしてやる。うえ！やべ！早い！早い！なるほど。そういうことか。なるほど。これは油断したら死ぬ。油断したら負けるな。おいよ。オッケー。なるほどね。俺さ、そうだ、ノコノコとまだ戦ったことなかったから、そうだ、相手の動きをよく分かってなかった。なるほど、ちゃんとこれ相手の動きか、あーいってー、やべやべ。これ相手の動き観察しないと、これ負けるぞ。普通に負けるぞ、これ。ちゃんと気をつけよう。オッケー。じゃあこれをまた繰り返していこう。いってやべ、やべえやべえ、やべえ、半分以上食らってる。 You win。 やめます。はい。あ、やべえやべえやべえ、続きした。やっべやっべやべえ、続ける気なかったのに。やっべえよ、これ負けたらコイン取られるんでしょ。やだよ、もう赤面いたずらお化け。やっべえ。今、コイン取られんならまだしも、これさ、なんだっけ。早い、なに、やべえ。なにそれ、早っ。やべえ、どうしよう。あと2回食らったら終わる。これどうすればいいんだっけ。あ、なるほど。ギリギリまで。ほら、ほら。なるほど。ギリギリまで追い詰めてから振り返ると。
あ、ダメだ。後ろ向いて、こうだ。これで。オッケー。で、相手に近寄りすぎると、こっちがダメージを食らう。やばい。あと2回食らっちゃいけないのか。ほい。ここだ。よし。あとは順調に食らしていこう。で、もう慎重にやらなきゃ。早い。ほら。あぶね、今早かったな。スピードが上がるなんて聞いてねえ。オッケー、あぶねえ。マジあぶねえ。で、HP90 か。やべえ。どうしよう。続けようかな。なんか不安になってきたんだけど、俺。続けよう。いいだろう。続けようじゃないか。で、次は誰だ？パタパタか。いや、めんどくせえ。しかも背中にさ、シールがあるからさ。てか俺、パタパタと戦ったことないんだよね。これどうすればいいんだろう。とりあえず相手の動きを慎重に見ていこう。うわー、うっそ。これどうすればいいの。これかわしようがなくない。待って待って、あいつ動き早いんだけど。うわ、あー、ダメだ、全然ダメだ。これどうすればいいんだろう。カードに追いやって、それで避けるのかな。避けて、避けろ、避けろ、避けろ。あー、ダメだダメだ、すぐに飛ばれちゃう。やべ、どうしようどうしよう、これ勝てるんじゃない。うえ、うわー、やべ、やべ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 。これもしか正面から殴んなきゃダメなの。ほら、あー、そういうことか。これ難しい。でもあともう一発でも食らったら俺終わるんだよね。怖い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 。これカウンター食らせるの怖いな。あー、最悪。これどっから？あー、よかったー。あー、よかったよー、よかったよー、よかったよかった。いや、もうもうもうこのこうもうこうもうもうもううん、もうこの島、このもうこの島いいです、この島いいです、もう帰ります、帰ります、もうこの島ほんといいです、もうさよなら。で、もうあれでしょ、この島攻略しなきゃもう先進めないってないでしょ。じゃったらもうこんな島いいわ、もう二度と来ねえわ、バカが。こんな難しいとこ。じゃったらどうするか。なんかこのさ、左下のさ、あのスターのマークのところ、ちょっとここ気になるんだよね。このさ、スターのマークの中央とか潜ったらなんかあるんじゃないかな。あ、ヘイホーいるじゃん。海の底にキラキラしたものが見えるんだ。きっとお宝に違いないよ。あ、マジ？ってことは、ここが一応、あ、ど真ん中だ。ってことはここで潜るか。潜りまーす。ってかさ、さっきの戦いさ、あれ難しすぎねえ？なあ。あとさ、あれさ、確か5戦目だったけどさ、ラスト2体何なんだろう、マジで。もうあれもう二度と戦いたくねえわ、あれ。まあ、どの道さ、この全クリすべてのコンプリートするにはさ、あいつを倒さなあかんと思うんだけどさ、あれは、なんだ？ハートマークあるな。X でやって、引っ張ろう。これは何なんだ？リングみたいな感じの。ハートの缶詰。あー、そういうことでございますね。あそこまで戻れと、私に言うんですね。またクソめんどくせえな。まあ、これは、そうだな。その、別のパートで、ちょっと時間あるときにやろう。じゃったら他の島を巡っていこう。お、あったあった。はてな。はてなか。はてな、はてな島でいいか？はいよー。海図を閉じて。じゃ、ここもまあ上陸してみるか。うわお。また随分立体的な島だな。はてな島。で、まず紙っぺらで埋めまして、てか結構紙っぺら使うな。まあ、ここで揺らして回収して、残りを。
上限いっぱいまで回復させていただこう。まあ、こんぐらいでいいか。で、これで埋めてって、ん？まためんどくせえのがいるなぁ。明らか、てか、あれなんか色が違うなぁ、通常のガボン兵と。で、連続で、あーっと、殴ろうとしたら殴れなかった。てか、BGM 違うなぁ。また BGM が良すぎるわ、任天堂。バカ野郎、任天堂 BGM 良すぎ、神。ありがとうございます、任天堂さん。あのさ、本当にさ、このさ、ペーパーマリオ折り紙キングのさ、その、この BGM のさ、CD のコレクション出してね、絶対に。絶対買うから、俺。でもって、リング操作が一回楽になりまして。で、これ結構敵の数が多いな。あ、なるほど。こうしまして、こうか。てか、なんだかんだで久々のバトルな気がする。んで、ロックガボン。ガボン。ロックガボンっていうのがまた強そうな名前じゃな。じゃったら、キラキラハンマーでとどめを刺そう。一撃で倒したい、なるべく。一撃。オッケー、一撃じゃ。じゃったら、あとこの、2セットももう飛ばしていくか。おいしょー、トリマ倒しまして、でもってここにカニさんがいるんだけど、多分ね、今の俺の実力だとね、このカニさん一撃で倒せる。あっと今何気なく入って、あっと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 、さすが俺、俺じゃなきゃ見逃し、おーっと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 、俺じゃなきゃ見逃しちゃうよ、絶対これ。なるほど、これでだいぶ楽できると。ありがとうございます、任天堂さん。じゃったらここは外に出まして、あのパワーブロック、パウブロックを押します。よいしょ。でもって、このハート。このハートはまあ、あれか。一応ダメージを負った時のために、まだ押さなくていいかな。ほいよー！あ、やべ。ほいよ。ほら。ほら、よっしゃ、全部倒した。で、ここで金を全部回収しまして、あーやべえ、全部回収できなかった。クソったれが。まあ仕方ねえ。で、とりあえずこの先に行きまして。よし。で、この上に何が、うえーなんじゃそれ、ボゲー。あ、この下にいたらかわせんのか。なるほどな。ん？今何かなかった？あ、なんかあれだな。スイッチっぽいのついてんな。まあ、いいや。あ、なるほどね。あれを、押さなきゃいけないのか。おっしゃ。え、でも押したところで、あ、まだ押さなきゃいけないの？え、めんどくさ。あ、なんだ！ここであれか。隠しブロックがあったのか。おら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 。で、一回隠れて。あ、やべやべやべ。おらおら、ボケったるが。俺に勝てると思ったらな、5年早いわ、ボケ。でもって、この下になんと、キノピオのあれじゃん。またマークがあるじゃん。センサー研究所か、もしくはまたカフェか、どっちなんだろう。どっちも楽、あ、でもな、できればカフェがいいな。カフェの方が地味に楽しい。助けてよ。パラダイスの前になんじゃそりゃ。え、どういうこと？オリビアヒーンと。もうここにもうキノピオさんはいないのかしら。多分まだいるんでしょ？それとメモ、あー、ま、メモはいいや。助けてよ。あ、いるー。ありがとうございます。俺にこの海に眠るお宝の場所を教えます。で、またそこにあるのか。なるほどね。で、カイツとして、一応もう一回話しかけるか。私もパラダイス行ってみたいもんです。おいでよ、パラダイスへ。で、他に何かあるのかな？一応オリビアヒント。あー、これ以上ないのか。でもこれ、
この銅像を見つけたからって何なんだろうな。おいでよパラダイス。なんかそこんとこがいまいちわからん。でもって宝箱開けまして、で船乗りキノピオのフィギュアを手に入れまして、これも結構需要がありそうだな。でもってここを穴埋めするか。はいよー、金ゲッチュ。あーでセンサー研究所か。でここも一応ショートカットのために、ここもあーっとまた毎回恒例で挟まっておりますね。今回はいつもより深めに挟まっておりますと。ふう、苦しかった。きっと、やっと紙づくまわりが解消できました。ここはセンサー研修所、はてな島出張所です。いや、もう行かない行かない。こんなところではてなし、もうなんかそう、そんなセンサー研究所に行ってる暇なんかない。じゃあここ出まして、降りましてと。じゃあ、トリマー、そうだな、もうね、ちょっと、パートが、今、時間が結構あれ経っちゃってるから、ここで終わろうかなって思います。はい。まあ、コンパートか、やっぱね、長いね、やっぱこの島を、どんどん探索していくの。んでもって、今回は、このオリビアの、その、生まれた秘密が明らかになったんで、なかなか今回結構、その、話の濃さとしては、濃いめの話になったんじゃないかなって思います。で、今回がパート28。んでもって、次回29。そんでもって、次の次が、パートいよいよ30か。もう30までやんのか。早いな。もしくは、パート30にて、ボスを倒せんのかな？いや、ボスまではいかないかな。まあ、わかんねえや。トリマー、じゃあ今回はここら辺で終わろうかなって思います。じゃあ次回がまた、その、いろいろオーブだったり何だったり、島探索したり、していこうかなって思うんで、よろしくお願いいたします。じゃあこちらで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価と、よろしくお願いいたします。じゃあねー。